サラリーマン、大久保のサラリーマンの大久保のサラリーマンかと思ったらレオくんじゃないですか何やってるんですか今日はサラリーマン僕あの営業ここが、はい、じゃあさっきの初間取りと違って、はい、ここはもっと大久保の駅、近いの駅大久保駅大久保駅、ここが大久保駅ですね、はい、そこでここにもすごいいろんな観光の店があってありますね、ここにもなんかスーパーとかあるんでね、でも韓流ね、僕はやっぱりそっちのやっぱりその初間取りの方がちょっとまた高級な感じ、なんか初間通りの方が新しいんですよね。そうそうだし、やっぱり新しい店がいっぱいできたんで、うん、じゃあまたここに奥にちょっと入ってみましょう。はい、ちょっと説明しようね。こっちのね、この角を入れば、食安通り、いろいろありますね。いろいろあります。はい。またね。なんかここにもなんかいろんなお店があるんですけど、はい、ここはラーメン屋は。ラーメン屋。ラーメン屋はちょっと違う。焼肉屋、ね、トンナラサムギョプサル、トンはお金なんですよ、お金、はい、だけど豚も、はい、オンニョミナとトンなんですよ、はい、だから韓国でその豚が縁起がいいっていうのは、はいはい、お金と同じ、はい、だからお金食べるかみたいな、お金食べちゃう、じゃあサムギョプサルはそうでしょ、お金払うでしょ食べてね、そう、サムギョプサル、ね、はい、これ豚の顔ね、レオ君ちょっと豚の真似をしてくださいはい。でそれでちょっとこっちに3番、はい、これが薬局、それ薬局、あ、薬っていうか、ね、薬局で薬品なんです、薬局、はいはい、薬局出て薬局って言うの、薬局って言うのね、勤務ってね、はい、そこも上もなんか勤務って勤務、あとはそう勤務さん、これがPC 版って言うんです、PC 版。PC 版。韓国はネットカフェ。ああ。PC だから、PC 版がネットカフェなんですよ。PC 版。PC 版。版ってな。そう。PC 版。版が部屋なんだけど、例えば遊ぶ場所とか何年版って言いましょう。カラオケものれ版。ああ。とか言って、カラオケ、歌の部屋っていうんですね。で、なんか版って言うんですよ。版ね。それで店を振る。版。いろいろありますね。で韓国のネットカフェは日本と違って、本当にゲームやってる人が多いんですよ。あ、本当ゲームやるために行く人多いから完全に PC しかない、はい、レオ君みたいな、いや全然俺やんないから、レオ君ゲームやんないよね、なんで、え、人生のゲームを、人生のゲームやってます、人生ゲーム毎日が勝負です、そうなの、家庭料理、これはそう、これはですね、韓国家庭料理、ああ、ハングル家庭料理、そう、韓国家庭料理、韓国家庭、なんかだんだん分かってきました、そう、本当に、いや、これでも勉強できる店とか場所とかつける結構多いね、そういうのがね、そう、これはね、ここはなんか裏の道、金脈っていうのは結構、金脈って結構有名な、あんない、その、はい、こちらなんだけど、はい、ね、そうなんだよね、じゃあここはまた、じゃあまたこっちに行くともうホテルしかない、じゃあまた、はい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 、感想みんな